アクロイノンの戦いは、アナトリア高原の西端に位置するフリギアのアクロイノンにおいて、ウマイヤ朝のアラブ軍とビサンチ帝国軍との間で740年に発生した戦闘である。アラブ人は過去1世紀の間、アナトリアへの定期的な襲撃を繰り返していたが、740年の遠征は3個の別々の手段からなる直近の数十年において、 最大規模となる信仰であった。アブドゥラー・アルイコール・バッタールと、アルマリクイ文書愛ブ指揮下の総勢2万人の部隊が、ビザンツ皇帝レオン三世と後に皇帝となる、息子のコンスタンティノス五世の指揮する、ビザンツ帝国軍とアクロイノンで対決し、戦いは、ビザンツ側の決定的な勝利で終わった。他の戦線におけるマイア朝の混乱と、アッパース革命前後のアラブ人政権内部の、 不安定な状況が重なり、20年間にわたって、続いたアラブによるアナトリアへの大規模な侵攻に終止符を打つことになった。7世紀にイスラーム教徒による征服活動が始まって、以来、拡大するイスラーム帝国に隣接する勢力では最大であり、最も豊かであるとともに、軍事的に最強の国家として存在していたビザンツ帝国は、 イスラーム教徒にとって最上位に位置づけられる敵対勢力であった。692年のセバストポリスの戦いにおけるビザンツ帝国の壊滅的な敗北の後、ビザンツ帝国は大部分において消極的な防御戦略に対応を限定していた。一方でイスラーム教徒の軍隊はビザンツ帝国が領有するアナドリアへの定期的な襲撃に乗り出すようになった。 717年から718年にかけて行われたビザンツ帝国の首都であるコンスタンティノープルに対する包囲と占領に失敗した後、ウマイヤ朝は一時北方面へ注意をそらしていた。しかし720年もしくは721年以降、アラブ人は規則的なパターンによるビザンツ帝国への遠征を再開した。 夏が訪れるたびに一度、または二度の軍事行動を起こし、時には海軍による攻撃を伴い、またある時には、陶器の遠征がその後に続いた。これらの遠征はもはや高級的な占領というよりも、むしろ大規模な田園地帯への襲撃と略奪、そして破壊を目的としており、取り出や主要な都市への攻撃は時折発生するのみで、あった。また、この時期の襲撃は、主に、 アナトリア高原の中央部に限定されており、周辺の沿岸地帯に襲撃が及ぶことは、極めて稀であった。ヒシャームイブンアブドルマリクのディルハム銀河高戦的で、あったウマイヤ朝のカリフのヒシャームイブンアブドルマリクの下で、ビザンツ帝国への襲撃は、より重要な関心事項となり、襲撃の舞台は、マスラマ、イブンアブドルマリクや、ヒシャームの息子たちであるムアーウィアイブンヒシャーム。 マスラマ、イブンヒシャーム、そしてスライマーアンイブンヒシャームといった王族を含む、ウマイアーサで最も有能な将軍たちの一部によって、引き入られるようになった。しかしながら、特に、コーカサス方面において衝突が増加していた、ハザールとの紛争に、軍事主源を奪われていたために、次第に、イスラーム教徒側の成功は限定されたものになっていった。襲撃は継続されたものの、 アラブとビザンツの年代記作家は、アラブ軍による砦や、都市の占領の成功が乏しくなったことを記録している。このような状況にもかかわらず、アラブ軍は737年にハザールに対して大きな勝利を収め、アラブ人は焦点を移し、ビザンツ帝国に対する軍事作戦を強化することを可能にした。その結果として、738年と739年に、 マスラマ、イブンヒシャームがアンキュラの占領を含むビザンツ帝国に対する攻撃を成功させた。740年にカリフのヒシャームは自身の知性における最大の遠征軍を組織し、息子のスライマーンイブンヒシャームを総司令官に指名した。コンスタンティノープルで駐造されたレオン三世とコンスタンティノス五世のノミスマ金貨、ビザンツ帝国の年代記作家であるテオファネスの手による テオファネスの年代記によれば、進行した、ウマイア長軍の総勢は9万人であった。アルガムル、イブンやズイードの下で、1万人の警部層の部隊が、アナトリア西部の海岸地帯を襲撃するために、派遣され、続いて、アブドゥラー・アルイコール・バッタールと、アルマリクイブンシュアイブが率いる2万人の部隊が、アクロイノンへ向かった。一方で、スライマー・アン・イブンヒシャームが指揮する。 約6万人の主力部隊がカッパドキアを襲撃した。ビザンツ皇帝のレオン3世はアクロイノンでアラブ軍の第二の部隊と対峙した。戦闘の詳細は不明であるものの、アラブ軍は指揮官のアブルラーアルイコーリバッタールとアルマリクイブンシュアイブの両名を含む部隊の大部分にあたるおよそ1万3200人を失うというビザンツ軍の圧倒的な勝利に終わった。 アラブ軍の残存部隊はどうにか秩序を保ちつつ、新ナダへの撤退に成功し、そこでスライマーンの部隊に合流した。他の二つのアラブ軍の部隊は抵抗を受けることなく、田園地帯を徹底的に荒らし回ったものの、都市や砦を奪うことには失敗した。また、アラブ軍はシリアへ帰還する前に、深刻な飢えと物資の不足にも苦しみ、10世紀の アラブのキリスト教徒の歴史家であるヒエラポリスのアガピオスはビザンツ帝国がアラブの侵略軍から2万人を捕虜にしたと記録している。アルタバスドスと共同皇帝とした息子のニケフォロスのノミスマ金カ。アルタバスドスは741年から743年にかけて皇帝としてコンスタンティノス五世との内戦を戦ったが最終的に敗れて目を潰された上で 修道院へ追放された。アラブ軍に対する大規模な海戦において達成した最初の勝利であったことからアクロイノンにおける戦いはビザンツ帝国にとって大きな成功となった。レオン三世はこれを神の恵みを取り戻した証拠と考え、数年前に採用した製造破壊政策に対する自身の信念を強めることになった。また、この成功によって ビザンツ帝国はより攻撃的な姿勢を示すようになり、海戦の直後の741年にはアラブ側の重要な拠点であったメリテネを攻撃した。742年と743年には、レオン三世紀の死去後に即位したコンスタンティノス五世と将軍のアルタバスドスとの間で、発生したビザンツ側の内戦につけ込み、ウマイヤ朝の軍隊が、 比較的損害を受けることなくアナトリアを襲撃したもののアラブの文献からは大きな成果を上げたという記録は見られない。アクロイノンにおけるアラブ軍の敗北はビザンツ帝国に対するアラブ側の圧力を弱めることにつながったため伝統的にはアラブとビザンツの戦争における決定的な戦いであるとともにターニングポイントであると考えられてきた。 しかし、20世紀初頭のシリア学者の EW ブルックスから、ワルター・カイニや、ラルフ・ヨハンネス・リー・リエなどの現代のビザンツ学者に、至るまで、アクロイノンの戦いの後に、アラブの構成が弱まった原因は、内戦とアッバース革命に起因するアラブ人政権内部の混乱と、軍事資源を限度を超えて使い果たしたウマイヤ朝の、辺境地域における他の深刻な失敗が、 同時期に起きた結果であるとして、この見解に異議を唱える学者も存在する。いずれにせよ、結果として740年代のビサンツ帝国に対するアラブの攻撃はほとんど成果がなく、間もなく襲撃は完全に停止した。実際に、コンスタンティノス・5世は、ウマイヤ朝が崩壊した機械を利用して、シリアへの一連の遠征を観光し、770年代まで続く。 東部編境におけるビザンツ帝国の優位を確保することに成功した。一方、イスラーム世界においては、敗北したアラブ軍の司令官であるアブドゥンラーアルイコールバッタールの記憶が語り継がれ、バッタールはアラブの最も偉大な英雄の一人となり、サイード・バッタールガーズイーの撫で構成のトルコの女児誌に登場することになる。ありがとうございます。